お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ボムタワーを使ってみようと思うんですけど、そのデッキがですね、たまたまさっきクララ TV 見てたら、まあ、これはケンツメシの、まあ、勝ちか負けかわかんないですけど、まあ、載ってますけど、まあ、僕はこれ結果知ってるんで、まあ、よければ見てやってください。でここですね、ここにもうボムタワー入りを使ってる人がいたんですよね。もうこれは今グロラン80普通にすごいじゃないですか。で、まあ、ネクロと、まあ、キョス系のバルーンってことで、もうこれはパクらないわけにはいけませんねということでパクりました。ということでこれを使ってですね、バトルいきたいなと思います。なんかすごいやばいデッキですね。とりあえずこれでいい。よし、いきます。でこれボムタワー出しとけばアンパイみたいなのがあります。やば、これだってお前しか防衛できんやん。なんじゃこれ、やばっ。でこれネタみたいなもんすよね。ごめんなさい、ボムタワー使ってる人には申し訳ないですけど、これはもう後ろからキョスケ出してあげて、でもこのファルチェが橋まで来てくれたらボムタワーが処理してくれるんでめっちゃ美味しいっすね。はい、でこれ後ろに、ギリ止まるやつや。あ、これも美味しい。これネクロが処理してくれて、これにまあキョスケが橋渡ってからですね、タワーのターゲットを取ってからバルーンで、まあコウモリとかガゴムリ来たらザップ構えていって撃てば刺さりますね。お、やばくね、これ。これフリーズして、まさか終わりなやつ歩くね。いいだ。で、フリーズします。やば、終わったまである。で、ガゴムできたようにトリネザップ構えて、オーケー！やば。初めて使いました、これ。はい。いいな、これ。楽や。楽っす。はい。後ろから、ボムタワーは初っ端に置くのはあんま良くないかもですけど、しかもトルネードもあるんで、ホグとかもどんまいですよね。これトルネで、ずれたけど、これはごめんなさい、一マス今指がちょっとずれました。しょうがないです。あれは吸いたかったですね、キングに。迫撃ディガーで、まあ、ホグにも迫撃にもボムタワーがありなんで、でしかもこの迫撃枯渇系にネクロが強い、ネクロが強い。で気をつけ、頑張れ。ザップはヤリゴブリには取っておきますね。コウモリとかゴムリいるんで。おお、あ、これ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 で範囲攻撃で、やば、残るんか。そうなっちゃうか。それはちょっとあれですね、ボムタワー良くない。今の範囲攻撃も一発で処理してくれたらすごい美味しかったんですけどね。で、ここはまあアイスイズいるんで、バルーン出してあげて、なんか来たらザップ。あ、いや。けどまあ刺さんないですね、これは。反撃に行って。まあ。使っていくうちになりましょう。はい。ということで、こっからですね、この。これやだ。これやなんですけど、どうにもできない。ということで、我慢ですね。で、後ろから形作ってあげれば、相手は止めれないので、小物系しかいないんで。で、まあネクロ出してあげて、これ、アイスイズはいらないですね。バルーン出したいですね。で、このアウトローも邪魔や。じゃあ、相手ホグじゃない。反撃でいいかな。これは、アウトローのちっこいやつらが、爆破で死んで、ここにバルーン出してもいいんですけど、結局あれなんですよ、迫撃でやられちゃうんで、ここで主権守ってからの後ろにバルーンで、このアイスイズの前に、よいしょ、気をつけ。で、OK。で、これはもうトルネザップを、そう来たか。ここでトルネードしてからの、ザップ。あいやからのフリーズ。さてはこの敵弱いまである。
ちょっと待って、やだけど、今ディガー守れてるんで、ディガーさえ守れれば勝てるまである しっかり後ろから形作って、あーそうきたね、なるほどね、これアイスフィズに行くよね、オッケー。で、ここやすい、ここでもうマジのワンチャンスね。だって気をつけ C の早い、気をつけ C の早い、やだ、コムの多いって。もうあ、惜しい。ちょ、待って、まだ参る、まだ参る。まだ参る。いやー、まだ参りたいけど無理やな。でもしんどくね？これどうやって勝つんだろう。やだー。ここや。やばい。おお、キョスケがでかい。キョスケがでかい、でかくて助かったこいつ。いやもうやだこれ、もう無限ループやんこれ。あ、300、どうやって勝つやん。これでよく上がったわ、あの誰か。いやいや、こんなんここに、おいしょ、フリーズで、なんか来たらザップ、ワンチャン、あはー、ああ、ボムタワー無能。あれほど良かったのに。良くもなかったか。いやー、ダメですね、これ。多分。多分、この使ってる人が、すごいだけまである。すごいだけまであるけど、もう、美味しいやつや。でもすごいな、これ。よくこれで勝てますわ、本当に。4勝で終わったやんけ。ということで、まあ、一戦、ここでも勝って、やっぱボムタワー強い的な感じで。よし。よし。てか、まあ、ホグと、ジャイが来てくれれば、いいまである。よいしょ。ここは吸える。おいしい。で、あれ、ディガー、迫撃だったらしんどいな。ネクロあるんだ。アイスウィザーだ。後ろから出してあげてもいいですね。で、音？インドラ。後ろから課題作りますか。うー、で、このアイスイズはまあ、見捨てて。おー、やばっ！これ、これ、もう僕は気づきました。相手のデッキはオールウルトラでございます。いや、もう遊ばれとるやん。ね、やばっ！マジ？ちょ、待って。でもこれ相手アイスイズとプリンセスしかいないんですよ、多分。ほら、あいやー、これ相手舐めてますね。オールウルトラはさすがに、さすがに舐めてる。あー、そういうことね、忘れとったけど、まあさすがにこれは勝たないとやばいですね。すごいな。オールウルトラで今勝てますからね。勝てると言ってない。オールウルトラでも弱くはないですからね。弱くはない。勝てるかは分かんないですけど、まあ、オールウルトラは弱くはないですね。やばい。もうちょい頑張れ。OK。で、これバルーン出しとけば勝てるんで、まあ。バルーン出しときますか。バルーン出してアイスウィズ来たらトルネード逆サイに引っ張って、アイスウィズいない、おー、エルウィズ、エルウィズインドラ、おお、アイスウィズ持った、豪華やな、なんか綺麗ね。ボムタワー置いてあげて、優秀、気をつけてもいいや、気をつけて、この相手のコストを全部美味しくいただきましょう。だってボムタワーも強い、ボムナは強いまである、この試合だけ。でもこれはあいやいや、ファイブオーポイズもないんで、もうこうバルーン飛ばしてフリーズ歌トレネティアでちゃんちゃんですね。はい、あ、お疲れ様です。よいしょ、あいや、
あーいや、いやこれはまあ美味しい、美味しい、よし。ということで今回ボブタワー使ってまあ2勝1敗か、いいんかな、いいんかな、よしとしよう。はい、でマジで、はい、あーなんもない、マジでなんもない、なんもない別に。はい、ボブタワーまあ強くはないですけど使えないこともなかったです。はい、では終わりです。バイバイ。